なおオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、なおです。本日このボイスブログが始まって10回目になります。今日は10回目ということで、特別感を出したいなと思いましたので、ゲストを読んで話そうかなと思います。と言いましてもですね、今日はお家にいるので電話をしてみたいと思います。誰かな、誰だと思いますか？誰でしょうね。もしもし、あのどちら様ですか？私ですか？はい、名乗っていいんですか？よろしくお願いします。どうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。マオです。イエーイ拍手してくれるの、やった。マオさんです。みんな当たったかな？余裕でしょう。ね、きっと余裕で当たっていると思います。そうですね、たびたび登場してすいません。いえ、最近このボイスブログを始めてからは、インスタグラムでお友達のこう魔王のことを、魔王とに会ったことがない人もいるんですけど、その人も魔王さんって言って、すごい。ありがとうございます。ただの友人ですいません。いや、私が出しすぎっていうところがあるんですけれども、今日は、はい、ボイスブログ10回目なんですよ。あ、知ってます。おめでとうございます。ありがとうございます。なので、ちょっと、はい、SNS では言ってるんですが、はい、恋愛についてちょっとなかなか恋愛だけで話すことってないので。確かに。だからちょっと話してみようかなって。話しちゃいますか？はい。しかもこれがなんで魔王かっていうのにも理由があって、うん、やっぱり私たちの年齢ってもう、なんていうんやろ。そろそろみんなも、なんていうんやろ。みんなも結婚したり、子供いる人たちが多いから。間違いないですね。多いっていうか、まあ半々ぐらいかな。まあでも、なんか地元の同級生とかで言うとやっぱり多い気がしますね。まあそっか、だからそういう方々とお話しするにはちょっと感覚が違うなっていうところで、よかできれば独身女性がいいなと思って。ありがとうございます。よかったです、条件にあって。これマッチングですね。はい、マッチングしてます、私たち。あ、やった、はい、嬉しいです。いや本当に、でも35を超えての独身女性2人の恋愛相談、恋愛トークっていうのは、結構濃いと思います。そうかな、そうかもね。だし私と真央っていうのはちょっと感覚が似すぎてる部分があるからというか、世間の私たちが喋ってることがその世間の30代後半の女性たちの意見ということでは限らないという。そうだね、それはほんまに思う。あくまでもなおとまおの意見って感じ。ほんとそうです。なおまおの感覚、価値観、捉え方っていう感じで話していけたらいいなって思います。楽しい。楽しみ。って言ってもこの間な、ちょっと新月の日に会う約束があって、そうやね。その時に久々に恋愛話をしたような気がする。そうやな、確かに。でもなんかどっちかがなんか特定のことを話すっていうわけじゃなく、なんか恋愛についての価値観みたいな。テーマ大きい。テーマ大きめで話したから、
なんか今日はちょっと質問もしてみたの SNS で。おー、あー、めっちゃどんな質問来るんやろ。そう、それがさ、ちょっと今これいけるかな。例えば、あ、なんかパッて今見たやつは、うん、今まで恋はどのように始まることが多かったですか。大人になってから恋心というものに出会えていません。この方何歳なんやろ。何歳なんやろ。それがすごい気になるね。うん。あー、なるほど。恋の始まり？今までかつての恋愛の中で恋の始まりがどのようなものか。でも私これ一個だけ確信したのがあんの。何？これあのね、もう絶対ファーストインプレッションだの。私は。インプレッション。ファーストインプレッションやね。インプレッションな。うん。インプレッション、インスピレーションやと思ってた。インプレッション。多分ファーストインプレッションやと思う。ごめん。うん。人。でもいわゆるもうピーじゃないわ。なんだっけ。あの直感みたいな。ビビってことね。ビビかが、そうか。ピー。それな。そう。あんな。あのだから。あのその時に一目惚れもまあ一つあるし、そうじゃなくて、うん、あ、この人好きっていう感覚があって、別にその人と恋にならなくても、うん、何年越しにその人に恋をするとかっていうのは結局そのファーストインプレッションのその感覚やねんな。だから友達やっても初めに出会った時に、あ、この子いいなって思った感覚がいい人だけは大丈夫って感じ。っていうことに気づいたの。なるほどね。だから、あ、でもなんか特に女性はさ、最初に会った時になんかこう決めてるみたいな、なんか言うよね。いや、やっぱそうなんや。でもなんかそれが、でもほんと恋愛に限らずとは言ってたけど、なんかで見た。ああ、なるほどね。まあやっぱり直感とか感覚的なところやんな。でもそれで言うと、うん、私は全部バラバラかも。例えば、それこそ直感で、あ、この人とお付き合いをするかもしれませんって思った人と、うん、お付き合いすることになったこともあるし、なんか気づいたら仲良く、普通にみんなで仲良くとかしてて、うん、全部ナオとか知ってると思うけど、うんうん、仲良くしてて、なんかずっとそのまま自然に仲良しになったみたいなパターンもあるし、うんうんうん、なんか気になりますみたいな、この人気になる、何やろう、なんか興味を持つみたいな、好きとかじゃないけど。あー、なるほどね。今までの人生どう歩んできて今があるんやろうっていう興味でもう早速深いとこに行っちゃってる。質問しまくるみたいな。なるほどね。そう、だから、なんは慎重派やもんな、どっちかっていうと。そうかな、そうかも。うん、そう思う。え？でも今の質問の人が何歳なんやろ。でも大人になると、大人になるとっていうか人によるんやろうけど、そんな、あ、恋してる、好きわーみたいなのの熱量みたいなものをあまり感じなくなってきたのは正直あります。でもそれってね、もう恋心を卒業してるんやと思う、私的には。愛ですか？なんか恋心っていうキュンってする感じって、下手すると誰にでもできるっていう感覚。あ、誰にでもモテる。なんかわかるわかる。多分だっていろんなことを経てしまうとさ、想像しちゃうところもあるし、うん、今までのやっぱそれって自分の経験値でしかないけど、ちょっとやっぱそういうところもあったりするせえへん。するっていうか、まあそんな恋愛経験多くないねんけど。そうやな、ちょっと私も今話してて恥ずかしくなった。私も今我に返った。こっちからすっごい恋してきたみたいな言うけど、お互いのこと知ってるし、そんな大していや、でもそうそう、だから真央は昔から慎重派で、あの私はどっちかっていうともう情熱派やから、その違いはあれど、でもこないだほら、あの話しててそうやなってなったのがさ、うん、あの
まあ、何が世間一般でっていうものを言うれ、こうなんていう基準っていうのはちょっと分からんけど、うん、こうよくテレビとか雑誌とかさ、そういうニュース、ネットのニュースとかでよく見る、うん、こう条件みたいなのあるやん、うん、相手に求める条件、うん、が高すぎるんじゃないみたいなことを、今の年齢で結婚しへんかったりとかさ、言われることが増えたやんか、うん、でもなんかそのみんなが思ってる条件は多分あんまり高くなくて、うん、違う部分の条件が高いと思うっていう話でさ、共感したよ。共感した。だってもうそれしかないもんな、うん、なんか分かりやすく言うと、例えば学歴だったり、あとは年収とか、うん、そういう、うん、あと見た目だったら背が高いとか、うん、なんかそういうことになるやん、私らの年代で、理想が高いってなると、うん、いわゆるハイスペックと言われる、そうそうそう、皆様、うん、なんかそういう、もちろんそういう人が嫌ってことじゃなくて、それはそういう人がいてね、素敵な人やったらもちろん関係ないけど、そうそうそう、だからそう、なんかもうさ、学歴も年収もなんか、あの、なんていうのかな、そこって別にどうでも、まあ、どうでもよくないよ、どうでもよくないんやけど、うん、そこよりっていうところな、その、うん、例えば話ができる、真央は昔から話ができる人がいいって言っててなんかさ、そこだけ切り取るとやっぱりちょっとなんかあれやね、ちょっともう難しいね、話ができる人って言ったらやっぱり誰でも話なんてできるやんって言われるやん、うん、あのしっかりコミュニケーションが取れて、うん、そのコミュニケーションも普通のコミュニケーションが取れるとか、世間的にちょっと容量良くてとか、そういうことじゃなくて、あの真央の感覚で話す世界の中で、その人のその人も話せる人がいいっていう意味の、話ができる。だから一言言って十分かってくれる人がいたら最高よねっていう、その部分とはね、でもそれは客観的に聞くとやっぱりすごく理想が高いよな。そう、だからそれが一番理想が高いから、やっぱり私たちって理想が高いなって話になって、そうそう、でその後ないろいろ話してみたんやんか、女の子と他の友達と、うん、うん、そしたら、あの確かにそれは高いって言われた。だってムカついてばっかりやで、好きやけどみたいな感じだったもん。あー、そうやんな、うん、だから結果別に分かってくれへんっていうか、話が捉え方が違くて、うん、なんかこうわー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 なっても、結果ちゃんと分かり合えたら、うん、年月を重ねていく中で最終的に1言ったら10分かるっていう風な、どうやんな、いきなりそこは求めたらあかんな、うん、傲慢やったな、傲慢やったでもやっぱりその思いを素直に打ち明けられるような人、うんうん、よくみんなが言うらしく言いましょうみたいなやつねそうですね、それそれですもう感覚で生きていくしかないやん、そうなると、うんうん、だからもう失敗をするっていうことが多分怖い年齢にもなってきてると思うけど、めちゃくちゃ傷つけへん限りは失敗してもいいかなってちょっと思うかも。そうだね、うん、分からんけどいや、すぐその恋愛の気持ちが終わっても、うん、そこで確認できることの方が多分いっぱいあると思うから、なんかさ、占いの話になっちゃうけどさ、なんかそういう、うん、その人を経てその経験がないとこの次の人との幸せはないですみたいなパターンあるやん、うん、でもそれってほんまにある気がして、占いとかじゃなくても、うん、人生経験の中で、うん、今回のその質問募集した時にみんな失恋の話が多かったの、うん、ちょっとあのポンポンポンっていくつかください。な、今無理？ね、例えばちょっと待ってよ、ちょっと待ってって、失恋ですごい今しんどい人もいるんかな。別れたばっかりでとか、
1年前に告白して振られたけど今も思ってますとか、うん、その先月お別れしました、何事もなくまた戻ってきてくれないかなと思ってますって人がいたり、とか恋愛する気力がありませんとか。でもさ、恋愛する気力がないのは全然いいと思う。なんかそれは違うことが多分楽しいんじゃないかなって、わかんないけどね。諦めモードなのか、なんか本当に関心がないのか、うん、違うことに夢中なのかでいろいろ変わってくるけど、どうなるの？そういう意味で言うと、私マオと会う時にマオはすごい私のことも応援してくれるし、うん、私もマオのいろいろやってることを聞きたいし、うん、結局恋愛話せずに終わることなんてザラやんか、うん、でもほんとなんかあの時は新月やったからかな、なんかいろいろ心が動いたからか、うん、たまたまいろんな話したけど、なんか恋するのってやっぱ感覚やからさ、うん、いや、なんかでもやっぱりいいとこ取りをしようとしてるんかなって今話してて自分で思いました。例えば？だからなんか自分のことを一生懸命頑張ってたりとか、うん、好きなことをやってたりとかで充実する部分ってあるやんか、うんうん、けどその中でも大変なこととかしんどいことももちろんあるやんか、うん、で恋愛もこう好きな人と一緒に過ごすことで満たされる部分も絶対あるし、うん、けどその意見の相違とかでさ喧嘩したりとかこうしんどくなったり別れがあったりとかいろんなこういいことも悪いこともっていうか、うん、どっちもありやん、仕事にしても恋愛にしても、うん、なんかどっちもいい部分だけを欲してるなって私がね。あーでももうそれが人間ですものね。だってそりゃいい思いしたいもんね。そうやな、うん、誰もわざわざしんどい思いしたいって思って恋愛する人おらんもんな。うん、なんかすごく人間らしくて私はその考えいいと思います。あ、人間らしい、めっちゃ嬉しい。だって全部欲しいやん。なんかさっき真央が言ってたその失恋とかしてさ人生経験とかでもさ、うん、考え方変わったりとかさ、もうそんな言ってないか。失恋した。でもまあまあまあそういうこともあるよね。その先に考え方が変わったりとか、うん、環境が変わったりとかで新たに出会うとか、好きになる人のその、うん、今までとは違う人を好きになったりとかもあるかもしれないし、うん、だから私は失恋から逃げたくないから昔から、うん、かっこいい。もう 100% 傷つきに行くねんやんか。すごい、いや全力やもんな。その人のこと好きって思ってる、まあすごい小学生みたいけど 100% やとするやん、うん、100% を全部使い切るまでは好きでいるんやけど、うんうん、だから未練がないって感じやから、私はもう一人の人。それな、ほんまにな、さっきのあの質問のいくつかあった方々の、うん、あの失恋しましたとか、うん、別れた人がこう忘れられませんとか、うん、それに通ずると思うねんけど、うん、なんかやりきったから、うん、次にあのスパッとこう未練がないというか、うん、あ、なんかもっとちゃんと向き合えばよかったかなとか、うん、もっとこうしとけばよかったんかなとかって、うん、いうのがあるとやっぱりなんか残っちゃうよね。もうだから忘れようとしなくていいし、うん、好きなうちは好きでもいいし、でもその時に違う人がそばで寄り添ってくれててさ、うん、なんかその人に甘えてみるのでも全然いいと思うし、うん、あの叶わなかった恋だけは覚えてるよね。そうやな、やりきってないもんな、それは。そう、やっぱやりきらなあかんねんな。もう誰かとお付き合いしてるとかさ、うん、なんか好きになった人がたまたまそういう時ってあるとさ、もうってなるやん。うん、そうやな、うん、叶わんかった恋、叶わんかった恋、もうあった、叶わんかった恋。あるよ。あったんや。思い出して20代の前半ぐらいに人生で初めて自分から告白して、そして振られたって。いた、そんな人。
いたやん。ていうかそこまでそんなセキュララに話していいの？え、別に何もないいいよ。いや、いいのよ。別に、あの、本当に思ったけど、話してる中での恥じらいがなくなるぐらい、私たちの中での、人生の中での恋愛はものすごい、やっぱ、あの、なんていうの、秘めたるものではなくなっていってるよね、どんどん。ああ、そうかもね。うん。あ、でもその、あの、自分の思いをそのまま伝え、撃沈したけど、うん。あのすごいその時は辛かったけど、うん、けど残らんかったかも。あの、あ、しょうがないと思えたから。あ、それでもずっと好きやのになみたいな。だからやっぱり当たって砕けたんやろな。砕けたね。いや、それが必要。バーンってなった。はじけた。うん、はじけたな。はじけたねと思う。ちょっと思い出したわ。思い出した。うん、あれ以来ないかな、自分から告白とか。まあ、真央はどっちかっていうと、まあ、言い寄られることのが多いのはもちろん皆さん分かると思うんですけど。分からんわ。誰も分からん。私はもう真逆だから。そんなことない。いやいや、ほんまそうやん。でも私から行くことばっかりやん。それは真央の、だからもう恋愛のな、こう情熱がパッてこう火がついたらバンって100% で行くから。そんな当たり強い番やった。かわいい、かわいい感じやけど。いや、だからそういう意味では確かに真央がやっぱり自分から勇気出してっていうのは、あの時の真央をもう一回抱きしめたいね。そんなこともあったよねって。分かってて言ったところはあるけど、多分自分のためだけに言った感じやったと。いや、それでいいよ。だって一方通行で全然いいと思う。なんか納得するために一応伝えましたよね、ね、みたいな感じ。ちょっと真央の強がりな部分も出てますね。そうか、なるほどね。すごい、やっぱ恋愛話って多分止まれへんねやと思う。まや、ちょっと長くなりすぎちゃった。でもどうやってまとめよう、こっから。なんかちゃんと言いたいことも言えぬままやったけど、言いたいことも何やったんかもちょっとよく分からへん。じゃあ最後に、今自分のパートナーとして選ぶ人に求める最大のポイント。え、抽象的なことしか浮かばへんねんな、どうしよう。いいよ。え、信頼できる人。それでしかないね。例えば信頼できるってさ、そりゃあの、マオは昔から嘘つけへん人っていうのも、嘘がないんやろな、この人って思える人が、分かりやすい人がいる。あ、じゃあはい、私的には嘘がない人イコールちょっと不器用やったりしたりするねんけど、うんうん、そういうのは大丈夫ですか？あ、不器用な人、例えばエスコートするのにちょっとたどたどしい人だったりとか。分かんないけどね、勝手な想像。ほんまは嫌やけど、うん、本当はスマートにやってくれる人がいいけど、うん、もしたどたどしくなってって、もうまあいいかな。いい？信頼できれば？信頼できれば、うん、どっち取るって言ったら全然たどたどしさを。なるほど、うん、ということらしいです。これいる？いるいる。締めるにはいる。はい、じゃあなおさんは？私はもうこれしかありません。もう笑いのツボが合う人。何？なんかすごい大事にしたいこと。何やっけ？あるやん、漢字一文字。え？あ、絆？うん。あ、そう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 。そう、絆が大事です。多分もうね、ベタベタな恋愛はできないから、あの時折ベタベタするかもしれないけど、基本的には真面目か。私みたいに嘘つかれへん人やったらいいよね。あ、いいいいな、全部言っちゃうみたいな。わかりやすくていい。だから私の場合はもうほんまにワンピースみたいなのがいい。ワンピースの、あの、なんかさ、じゃあ恋人というよりはさ、もうファミリー感みたいな感じ、うん、家族、ファミリーじゃない、あの、チーム。
もう同志。ああ、仲間な。そう、ガイ。一緒にいろんなことを乗り越えていく。そう、ルフィが2人いるみたいな感じ。主人公ですか。はい、そうです。あれ知らないんですか。ちょっとあんまり。あ、はい、すいません。それは主題歌だけ知ってます。はい、心の地図ですね、それは。はい、そうです。偏りがあります。はい、すいません。そう、なんか そんな感じがいい。でも分かんない、これは理想だから。どうも、そうそう、そうそう、もう分かんないけどね。なんかもう友達っていうか、もうなんか固く見合うような感じがいいかな、理想です。あ、いいね、それは素敵やね。うん、でめっちゃ面白い。いや、そこハードル高いと思って。そうやのよ、そうやのよね。その人が別にめっちゃ面白くなくても、笑いのツボが合えばいいやん。うん、とかね。かつ、うん、その人が面白かったら一番いいけどね。そう、だからどっちかっていうと私ボケやから、あの秀逸なツッコミをされると最高やね。じゃあやっぱ関西人かな。うん、まあじゃなくてもいい。なんかそれを言っちゃうと周りのマダムに、あの視野狭めちゃダメって言われる。あ、そっか。私もあの日本だけにとどまらずって思ってる。だってそんなん分からへんし。それで言ったら私男男女でも別にって感じやけど。あ、まあね、うん、まあそうやな、うん、確かに。いや、素晴らしい時代になってきてるからね、本当に。いろいろ本当に自由広がってるもんね、どんどん。そう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 、うん、だから自分はこれって決めない方が全部いいから。そうやな、今現在はそれを求めてますっていう感じやね。どうなんか日々変わるし、うん、ということでした。30代独身の女性2人が恋愛話をすると、まあ言いたいことを3割ぐらい言って30分です。あとの7割はまた次回いつか。やばい、これ検証みたいな感じやった感じだね。分かんない、もしまた10、まあ、また次の10回は多分すぐ来ると思うから、うん、50回目ぐらいの時に話したらなんか変わってるかもしれへん。うまいよね。うん、確かに、ね、だってその今回質問くれた方々も、うん、その時にはどうなってるかもね、教えてほしい。そうね、うん、次からはなんとなくあの20代前半後半とか、うん、そういうのも入れてほしい。そういうの欲しい。なんとなく、うん、まあ、年齢って関係ないんやけどさ、うん、やっぱ分かりやすかったりするやん、うん、世代とか、うん、分かる方が。やっぱり自分たちもこう今の年齢より上のこととかがどういう感覚とかも分からへんから、聞けたら嬉しいし。確かに。うん、まあだから今日のお話を聞いて、まあ本当になおまお主観の話ではありましたが、ね、コメントとかで感想とかもらえたら嬉しいなと思います。はい、男女問わず。はい、男女問わず、いつも本当聞いてくれてありがとうございます。今日は本当にロングバージョンになりましたが、あの楽しんでもらえてたらいいなと思います。お邪魔しました。はい、ではまあ、つなげたままあの切りたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。質問してくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではゲスト真央さんでした。ありがとうございました。楽しかった。はい、では、はい、また次回お会いしましょう。バイバイ、おやすみなさい。おやすみなさい。